い、どうもこんにちは。今日はね、ちょっとラジオのねお話なんですけど、この前ね、お客さんのところでね、先日のね、茨城のね、そういうニュースの話をねちょっとしてたんですけど、でその時にね、携帯ラジオのね、携帯ね、普通のハンディラジオっていうのかな、ラジオの話が出て、やっぱり震災とかね、地震とかいろいろ、そういうのの時やっぱラジオって大事だよねなんて話になったんですよ。その時にね、AM 放送がね、そのプリセット式じゃなくてアナログ式のね、やつだとそのチューニングとかね、雑音とか、AM 放送ってどっちかっていうとちゃんと受信できないと音こもったりするじゃないですか。まあその辺の話になった時に、FM のね、補完放送の話を僕がしたんですよ。でそれ、FM の補完放送って何かっていうとね、その中継局を使ってね、AM ラジオのね、放送の内容をFM でも聞けれるようにするっていうものなんですけど、まあそれはさっき言ったみたいにね、震災の時のね、そういう情報だとか、まあいざという時に感度が悪いとか聞こえにくいっていう風になっちゃうと、その情報を提供する意味がね、大事な時にそのちゃんと受信できないっていう一環じゃないですか。それでまあ FM でもね、AM のラジオの内容が聞けれるようにっていう風にするっていうものなんですけど、でまあ今9月でね、試験放送をやってますけど、まあ、正式にはあれ11月か12月かなからちゃんと始まるのかな。で僕が住んでるね、名古屋の、愛知県の名古屋はね、CBC ラジオだと 93.7MHz かな、でね、僕朝ねいつも AM の CBC 聞いてるんですけど、最近はね、FM ラジオ使ってね、聞いてます。やっぱりね、なんか変な感じだよね。雑音もないし音もいいから、ほんと FM ラジオ聞いてるみたいでね、昔だったらね、ほんと好きな坪井さんのね、土曜天国とかね、今夜もシャララとね、懐かしいでしょ。あの辺のラジオがね、本当に FM で聞けたら本当良かったろうなぁなんてね、今思いますけどね。それで今ね言った90、まあうちのね、CBC ラジオの方は 93.7MHz で、でこれどういう周波数体系かっていうとね、普通のね、一般のよく売ってる AM ラジオだとね、聞けない周波数体系なんですよ。もちろんね、AM、FM 両方ついてるラジオで。で、じゃあ、FM で聞けれるようになったなら、じゃあ、ラジオを買い替えにはいかんなってことで、まあ、今、いろんなね、メーカーさんがね、ラジオね、発売してるんですよ。その、FM のね、受信帯域のちょっと広い、幅の広いやつがね、今、ちょこちょこ売ってるんですけど、でその FM のね、その今回補完放送のその周波数帯域っていうのが、まあ、さっき言ったみたいに CBC だったら 93.7MHz っていうのが、昔ね、アナログ放送テレビがね、アナログ放送時代に、1チャンネルからね3チャンネルの、番組はラジ FM ラジオで聞けれるよっていうね、そういうラジオもあったんですよ。ワイドバンド、 FM ワイドバンドってやつね。今普通のやつはね、一般的なやつはその90手前でね、本当終わっちゃう、のが多いんですけど、ワイドバンドってやつはね、90以上のね、100何がしまでね、聞けれるようになってたもんですから。でデジタル放送化に、テレビはね、デジタル放送化になってからそこを使わなくなったわけだから、でそれをね、今回、利用してるのがね、FM の補完放送っていうものなんですけど、で今日何の話かというとね、だからかなり前に買ったテレビのチャンネルが
聞けたよっていうラジオ、もし持ってる人ね、これ意外に多いと思うんですけど、でデジタル放送になって聞けなくなっちゃったからもう使ってないよっていうんじゃなくてね、これからいよいよ、そこの帯域をね、今度 M ラジオの、番組がね、それで聞けれるっていうことでもですから、もう一回ね、活躍できる場ができたんじゃないかなと思いますね。で、そういうね、テレビが聞けれるラジオ以外にもね、多分ね、僕らと同じぐらいのね、昭和 BCL、ラジオおじさんがね、意外に昔探すとね、これクーガーのね、ナショナルのパナソニックのクーガーナンバーセブンですけど、これもね、FM ワイドなんですよ。これ、昔も1チャンネルから3チャンネルまでね、テレビの音声が聞けたもんですから、で今ね、これ聞いてるんですよ。うん。まあ、これはね、保管放送になる前からね、普段もね、毎日朝これで聞いてるんですけど、で、まあ、その、AM ダイレクトにね、聞くんじゃなくて、じゃ、せっかく音がいいからってことでね、毎朝ね、最近はこの、まあ、今、テスト放送の段階で、FM の音声としてね、聞いてます。うん。まあ、あんまりね、難しく考えないで、AM ラジオの放送内容が、FM ラジオで聞けれるよっていう風になったっていうことですね。家電屋さんの従業員の人、売り子の人もね、知らなかったっていう話をね、なんかやってましたけどね、ラジオでね。うん。まあ、そういうプロの人もね、販売のプロの人も知らないから、まあ一般の人はね、知られない人のが多いのはね、まだ当たり前かもしれないですけど、まあせっかくね、AM ラジオって結構面白いのやってるじゃないですか、番組。うん。あ、その番組がね、FM 放送でね、クリアに聞ければね、音楽とかなんかだってね、AM はよく流してくれるじゃないですか、いろいろね。うん。なんですからね、まあ、FM もどんどん活用した方がいいんじゃないかなって思います。まあ、今日はね、FM 放送のお話でした。結構参考になったでしょ。